大谷翔平、あれで入るんか、3年連続5度目の2桁本塁打到達。エンゼルスの大谷翔平投手が、18日、日本時間19日、敵地、ボルチモアでのオリオールズ戦に3番 DH で出場。初回の第1打席で、3試合ぶりの15本塁打を放ち、3年連続5度目の2桁本塁打に到達した。15日、同、16日の同戦で投打同時出場。投げては、7回5失点で5勝目を手にし、打っては、4安打3打点、あと2塁打が出ればサイクル安打達成と躍動した。しかし、登板日に首に違和感を発症。翌日から2試合連続で4打席無安打と精彩を欠いただけに状態が心配されていた。来たよ、行った、起きててよかった、やったぜ、こういうのでいいんだよ、デーゲームは打つな、笑顔あり。10号おめ、珍しくギリムランだったけど、あれで入るんか、今日は喜んでるな、あんな軽い感じで運ぶのすげえ、1打席目に打ったらあとは心穏やかに見られる、草、起きててよかったわ。